そんだけ喋ってたら普通の人よりエネルギー消費すごそうだから。そうよ、あれっすね、ほんまにコロンといっちゃいそう。コロリンよ、もう可愛い感じ。コロン一瞬よ。爆睡爆睡。寝言とか言うタイプっすか。俺多分言わんのっすよね、いびきもかかず。そうなんだ。じゃあ起きてる時だけなんすね。そうっすね、いびきもかかず、タバコも吸わず、お酒も飲まずっすね。そうっす。いいっすね、モテそう。はい、いい男じゃないっすか。いい男か。いい男かもしれないか。俺彼氏にしたいタイプっすよね。ハセシンさんは安心するな、なんか、うん、なんかそういうのでね。浮気とかしなさそうやし、まあ、ね、そうね、うん、一筋ってやつっすね。ダメだ、ハセシンさん面白いな。ツボだな。いやいやいや、なんなことないっすよ。あなた面白いっすね、あなたも。面白くないですよ。待って、笑ってるだけだもん。いや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 、でも笑っ、でも笑うっていいことっすよ、マジで。そうですね、豪快に笑っていきましょう。何十年も今後。でも関さん、明確に何歳ぐらいまではこの世界で活動すると決めてんすか。え、気になる。俺っすか。はい、適当っすね。あ、適当っすか、やっぱり。まあ別にいつでも、いつまででもいいし、別にいつでもいいと思って。はい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 。いや確かになんかいつまでにしようってやっちゃったらどっかでだれちゃいそうやしな。あ、で俺はとりあえず30歳まではあと2年はゴリゴリにやるっすね。え、待って、なんか30短くないっすか。で俺も30だったら引退っすね。ええー、ダメだよ、嘘っすよ。あー、そうっすよね、よかった。はい、あと15年は行くかな思ってますね。いいですね。はい、まずい、金持ちと結婚したらやめます。ちょっと俺でも5000兆円あげますってポンと渡されたらね、そのまま俺どっか行っちゃうよ。だって絶対5000兆円俺はどっか飛んでいくっすね。あー、どこ飛んでるまで。はい、無水のコメントでハセシンさん、はい、なら玉残しになれるよって任せてほしい。ダメっす、ダメっす、ダメっすよ。マジでダメっすよ。意味わかってないっす、ハセシンさん。どういうことですか、玉残し、玉残しってなんすか。今玉残しって言われてたあれっすよ。まずいこと言っちゃった俺、ごめんなさいごめんなさい。ちゃう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 、バブすぎそれは。ちょっと何やり、何、いやいや、ハセシンさん悪いけど大丈夫。何やり、変なこと言っちゃうよ。俺悪いこと言ってない。ハセシンさん悪いこと言ってない。わぁ、ちょっと頼むね。あ、そういう意味。いや、マテリさんごめんなさい。もうどさくさに紛れてごめんやけど、マテリさん俺意味わかったけどごめんなさい。いやいやいや、あの、ちょっと無理です。いいのよいいのよ、俺自分のことだけで精一杯なんで厳しいっすね。パートナーのこと考えられないっすね。新さんいいね。あ、ごめんなさいね、意味理解しました。祭りファンの皆さんすいません。意味なかったっすね。ごめんなさい。振られたみたいになっちゃった。はい、ちょっと無理かな思いますね。振られた。来てる来てる来てますか。